おはようございます、みやちカルタです。最近いろいろ考えてました。でも気づきました。考えることに価値はないんやって。考えて行動した、行動したことに価値があるんだと。そこで初めてどうなのか分かる。迷わない。はい、おはようございます、みやちカルです。僕は大学生に入った時に、大学生って4年間あると思ってたけど2年間でした。なんか3回から就活始まるらしいので衝撃を受けました。はい、おはようございます、みやちカルです。だるい、眠い、寂しい、難しい、金がない、もうこれ全部言い訳なんで、やっぱ思いますよ、さすがに思うけど、ほんまにやりたいことはなんなんやって、それやってる自分を思い浮かべて、その自分、この自分見た時もうバリダサい、マジでダサい。だから全部言い訳なんで、だるい、眠いとか思いながら、寂しいわみたいな思いながら、でも行動しないとあかん、じゃないと今のこのダサい俺からこっちをガーンってなれへんから、そっちになるための行動をやっていきます。もうめんどくさいね。はい、はい、おはようございます。今日も最高の一日にします。疲れるだけ疲れ、あーいいっすね、よきです。あ、よき、かわいい。最高の一日でした。おはようございます。今日も最高の一日にします。オッケーです。おはようございます。今日も最高の一日にします。おはようございます、みやちカルです。大学は4年間やと思ってたら2年間で、じゃあ就活、普通の就活したくないと、そんなんじゃないと思った僕は、2年間で結果を出さないといけないっていうことに気づきました。はい、今週1週間が終わりました。今週1週間で一番大きかった出来事は、電動キックボードを思い切って買ったということです。やっぱお金を払ってでも自分の挑戦のために自己投資をしていく、これがやっぱ一番大切やなっていうのに感じました。最近やっぱ進めきれてなかったんで、そこを一発超える挑戦としてできたのは大きいかなって思います。まあこれで満足せず、来週もまた面白いことに挑戦していくので、やっぱ毎週1回は最低限何か面白い挑戦をしようと思います。今週もご視聴ありがとうございました。